久保さん。まあ久保さん、まあこの億万長者合宿の本編でもね、それは感じたと、部分があるんですけども、まあ結局、やっぱね、稼ぎたい。まあ特に億万長者合宿なんかね、億万長者合宿っていう名目ですから、億稼ぎたいっていうはずですよね。うん。いや、1円でいいんですよっていう人は多分、湯河原まで来ないですよね。いや、久保さん僕1円稼げればいいんですよっていう人は湯河原までわざわざ来ます。まあ来ないですね。<laughs> 少なくてもまあ最終的には1億稼ぎたいなと多くは稼ぎたいなっていうところで来ていただいたとは思うんですけどまあそ,そうそういう状況下であったとしてもまあねお題がねみんな誰も商品持ってこなかったっていうね <laughs> うんまあ結局多分その湯河原の合宿まで開校する開催するまでに多分ね300本ぐらいはやり取りしてるはずなんですよ。 僕の潤えですけども多分ね一番合宿入る前にやってたのが僕たちっていうねだからなんで久保さんもまあ僕もねまああの世間一般的にはまあそんなねあのジャニーズ事務所に入って有名人芸能人でもないんだけどもまあある一定のファンを獲得できるのかっていうとやっぱねみんなやってないからなんですよもし僕と久保さんの量をみんなやっていたら 結構きつないですか久保さん。<laughs> どうですか <laughs> 久保さんと僕の量をみんなやってますと。こうなった場合、もう勝ち目ないかもしれないですよね。<laughs> だけど、なんでそこに賞賛があるのかっていうと、結局みんなやってないんですよ。だから久保さんが FX の話もされてましたけど、FX で稼ぎたいってなったとしても、やっぱね、ちゃんとチャートを勉強するとかやってないですよね。まあそもそも久保さんも前言ってましたけど、用語すら知らないみたいな。 僕もね、マーケティング用語、例えば、えー、フロントエンド、バックエンド、アップセル、クロスセルとかね、そういう用語も昔は知らなかったんですよ。じゃあ、それっていうのはどういう意味があって、どういうことをやればいいのかとかね、どういうその仕掛けがあるのか、どういうキャッチコピーを使えばいいのか、どういうところで出せばいいのかとかね、そういうのを言葉を学んで、その意味を学んで実行してできるようになっていくっていうこのプロセスですよね。例えば、えー、投資でもね、 まあじゃあ移動平均、移動平均線も引きましょう。じゃあどうやって引くのかとかね。あとローソク足とかチャートとかなんかまあいろんなね、用語があって、じゃあその用語の意味はどういうのがあって、どういうことなのかっていうのは理解していって実践していくっていうところなんですけども、なんか、うーん、用語すら知らないし、用語の意味も知らないし、それも実践できないっていうところが、まあ結構多いですよね。うん、だから勝てるっていう。だから、 基本えあの、ビジネスに関しネットビジネスに関しても投資に関しても、まあ、ある一定の基本を完全マスターすれば、基本だけでもある一定は稼げるっていうのは、こう間違いないかなと思いますね。もちろん、もっとなんか、バフェットとかね、まあ、投資の神様まで行くんであるならば、その基本だけじゃ難しい部分はあるとは思います、もちろんね。だけど、基本だけで勝てるっていうのは、多分そういうところにあるんじゃないかなと。だって僕も基本しかやってないですからね。 勉強した基本しかやってないんですよ。まあちょっとオリジナルあるかな。でも基本をベースですよ、もう。うん。逆に言うと、再生数が少ないですけど、この7年僕がやってこれた理由としては、ま基本を徹底してるっていう感じですね。うーん。商いの基本というか、うん。商売の基本を、まあやってるってことですよね。うん。ま誕、あ、生ですよね。 商売の基本って何かっていうと、集客活動をする、お客さんとリレーションシップを築く、ちゃんとセールスをするってことですよね。商品を持って。これ基本ですよね。集客、集客できてなかったら商品誰も売れないですよね。で、集客できても商品なかったらダメじゃないですか。まあネットの場合はアフリエイトみたいなのももちろんあるんだけども、まあ僕が教えてたのはコンテンツビジネスで、ね、自分で商品、まあ商売の基本で言うと自分の商品を持つみたいな話も入ってくるとは思うんですけど。だからそれを忠実にやってるっていうことなんですよね。 うん基本だけで勝てますね。多くの人は基本すらやってないっていう言ってらっしゃい